アンゴラ独立戦争は、アンゴラのポルトガルからの独立を目指して行われた戦争。アンゴラ独立戦争は、面火栽培の押し付けに対して起こり、ポルトガル領アンゴラで3つの民族運動、分離運動との衝突に至った。1974年4月に、ディスボンでのカーネーション革命で、ポルトガルのエスタドノボ体制が覆され、新体制は直ちに、 アフリカ植民地での全軍事行動を止め独立を認めることを宣言した。アンゴラ側は遊撃戦を行い、ポルトガル軍はアンゴラの人口の少ない中での大反乱作戦を行った。両軍ともに多くの非道行為を行った。アンゴラではポルトガルが戦争を止めた後、民族運動の中で武力衝突が起きた。この戦争は公式には1975年1月に、 ポルトガル政府、アンゴラ全面独立民族同盟、アンゴラ解放人民運動、アンゴラ民族解放戦線がアルボを合意に署名したことで終わった。1482年、ポルトガル王国のキャラベル戦は、ディオゴ艦の操縦のもと、コンゴ王国に到着した。他の探検隊も続き、両国の関係はすぐに近づいた。ポルトガル人は、重機や多くの科学技術、 新しい宗教を提供した。今後王国は奴隷や造魚、鉱物を提供した。パウロディアスでノバイスは1575年にルワンダを発見し、サンパウロダ・アススンサンデルワンダと名付けた。ノバイスは植民者100家族と400人の兵士で一体を征服し要塞化した。ポルトガル王は1605年にルワンダに死の位を与えた。他のポルトガル人植民者によって、 要塞や港が整備された。1587年からポルトガルの要塞、1617年から死になったベンゲラはもう一つのポルトガルの初期植民時代の重要拠点だった。ポルトガルの侵入初期は地元のアフリカ人支配者と多くの戦争や紛争、条約があり、特に人ガムバンディは強く抵抗した。現在のアンゴラの領域の征服が始まったのは19世紀で、 あり、完了したのは1920年代だった。アンゴラは、ポルトガル海上帝国植民地の地位を1655年に得て、それは、共和国議会が、すべてのポルトガル植民地に、州の地位を与える決定をする1951年6月11日まで、続いた。1993年から2011年の、 アフリカの地図中のアンゴラ1933年6月13日に議会を通過したポルトガル植民地方はポルトガル人の現地人に対する優越性を認めた。たとえ現地人が大学教育を終了していたとしても実際の状況は明らかに不利であった。これは現地社会や部族の文化や社会がアンゴラ沿岸部に住むポルトガル人のそれと異なりすぎていたためである。 ビリアト・ダ・クルスたちが1948年に若い知識人の運動を結成しアンゴラの文化を奨励した。国家主義者たちは国連にアンゴラは国連監督下で保護国になるべきであるとの手紙を出した。1950年代にはポルトガル領アフリカ全体でポルトガル人入植者たちから新しい波が生まれアントニオ・サラザール政権に支持された。 1951年6月11日にポルトガル共和国議会をすべての植民地に州の地位を与える法律が通過した。この法律によってポルトガル領アフリカは正式にアンゴラ州と呼ばれるようになった。1953年アンゴラ人独立主義者たちはアンゴラのアフリカ人のための統合構想等を結成しアンゴラのポルトガルからの独立を訴える。 初の政党となった。1954年には、コンゴ共和国のアンゴラ人国家主義者たちが、北アンゴラ人民連合を結成し、アンゴラ外周部を含む、歴史的、コンゴ王国の独立を訴えた。1955年には、マリオピントで、アンドラーデと兄のジョアキムが、アンゴラ共産党を結成した。1956年12月、 アンゴラのアフリカ人のための統合構想党とアンゴラ共産党は統合してアンゴラ解放人民運動を結成した。アンゴラ解放人民運動はダクルスマリオ・アンドラディア、イリディオ・マッチャド、ルシオ・ララたちが率い、キーン・ブンド人やルアンダから支持を得た。ポルトガル植民地軍のルアンダでの更新1961年1月3日、マランジェ州のバイサデ・カッサンジェ地方のオザク・ミノリたちが、 より良い労働環境と高い賃金を求めて、コトナングの面農園でボイコットを起こした。コトナングは、ポルトガル人が所有する会社で、イギリス人とドイツ人の投資を受けていた。権威に対抗するために、オザクミノリたちは彼らの身分証明書を焼いて、ポルトガル人貿易省を襲撃した。この事件は、バイサデカスサンジェの反乱として知られている。1月4日までに、ポルトガル軍は、 反乱軍の地域の村を爆撃した。この際ナパアーアム弾が使われ、現地のアフリカ人を400から7000人殺害したと伝えられている。2>, 2月4日には、ルワンダで50人の独立主義軍が警察署と、セパウロ刑務所を襲い、7人の警察官を殺害した。40人の攻撃者が死亡し、 囚人の解放には失敗した。2月5日に政府は殉職した警察官の葬儀を行い、同日にポルトガル人がルワンダのスラムに住む黒人の暴力対策法を提出した。2月10日に分離軍が別の刑務所を襲い、ポルトガル人から強い反撃を受けた。3月15日、アンゴラ人民同盟はホールデンドベルトの元4000から5000人の軍人を率いて、 拠点のザイールからアンゴラに侵入した。彼の軍隊は農地や植民者居留地、商業地域を奪い公務員や市民を殺害した。犠牲者のほとんどが中央高地から来たオビンブンド人の契約労働者だった。アンゴラ人民同盟はアンゴラ北部に入り1000人の白人と6000人の黒人を虐殺した。これはヨーロッパ系白人やアフリカ系黒人の女子供も,も 含むものだった。これがポルトガル植民地戦争の始まりだった。9月20日、ポルトガル人は再団結し、アンゴラ人民同盟の最新の拠点であるアンゴラ北部のペグラベルデ市を奪還した。戦争の最初の年で2から3万人のアンゴラ人市民が殺害され、40から50万人がザイールに避難した。 アンゴラ人民同盟軍は独立志向の避難民を加えてザイール国境からの攻撃を続け地域社会にさらなる恐怖と避難者を生み出した。アンゴラ人民同盟警察は21人の週刊中のアンゴラ解放人民運動軍人を捕らえ1961年10月9日にフェッデーラ事件で処刑した。これによりこの2組織の対立はさらに激しくなる。 国連安保理は第163決議でポルトガルにアンゴラ人に抑圧的対策をすることを思いとどまるよう伝えた。1962年3月、ロベルトはアンゴラ人民同盟とアンゴラ民主党を合併させ、アンゴラ民族解放戦線を結成した。3月27日、彼はアンゴラ亡命者革命政府を結成し、外務省のジョナス・サビンビと会った。 ロベルトは、ザイール大統領のモブツセセセこと、政治同盟を結成するために妻と離婚し、モブツの妻の村の女性と結婚した。ロベルトはイスラエルを訪れ、イスラエル政府から1963年から1969年に、渡って援助を受けた。1962年の間、アンゴラ解放人民運動は、近社差で議会を開いた。 イリアト・ダクルスは遅く怠慢で計画に反対していたので、アゴスキニョネトにその座を奪われた。指導者の変更によって、アンゴラ解放人民運動は政策をアンゴラの独立に変更した。1964年にサビンビはアンゴラ民族解放戦線を離れ、ロベルトの伝統的、今ン王国の外に戦争を広げたくないという信念に従って、 アンゴラ全面独立民族同盟を設立した。1965年にネトはマルクス主義の指導者であるチェゲバラに会い、すぐにキューバ、ソ連、東ドイツ政府から援助を受け始めた。1966年5月、アンゴラ解放人民運動に所属するダニエル・チペンダは東部戦線を開き、アンゴラ国内でのアンゴラ解放人民運動の影響力を増した。 東部戦線が崩壊した時、チペンだとネットは互いに問題点を非難しあった。1966年12月25日、アンゴラ全面独立民族同盟は最初の攻撃でベンゲラ鉄道をザンビア国境の帝政らで捜査で妨害した。1967年にアンゴラ全面独立民族同盟は鉄道を2回破壊し、ベンゲラ鉄道を通して、 銅を輸出していたザンビア政府を怒らせた。ケネスカウンナ大統領は、アンゴラ全面独立民族同盟軍人を500人、ザンビアから追放することで対抗した。サビンビは、エジプトのカイロに行きそこで1年間住んだ。彼は密かに、ザンビア経由で、アンゴラに入り、ポルトガル軍と共に、アンゴラ解放人民運動に対して戦った。アンゴラ全面独立民族同盟は、そこには、 ポルトガルやアンゴラ民族解放戦線の影響はほとんど及ばず、ゲディラ戦争も全くなかった。アンゴラ全面独立民族同盟は、初めからアンゴラ解放人民運動やアンゴラ民族解放戦線に比べてよく統制が取れていた。アンゴラ全面独立民族同盟軍人はゲディラ作戦をよく理解していた。彼らはベンゲラ鉄道沿いで特に活発であり、 何度もポルトガル人や鉄道経由でアンゴラの港から輸出するコンゴ共和国、ザンビア両国に損害を与えた。1960年代後半、アンゴラ解放人民運動とアンゴラ民族解放戦線、ポルトガル人は密どもえの戦いをしていた。アンゴラ解放人民運動軍は、アンゴラ、1900年から1950年代前半までは、ポルトガル人は限られた。 現地人を雇用して植民地軍を維持していた。司令官と上級下士官は都会軍から徴収し、下級下士官はポルトガルの海外領土住民からなっていた。階級と配属はアフリカ国人志願兵と白人の混合で兵役は義務だった。文明化された黒人も理論的には徴兵されたが、実際は一部が兵役につくだけだった。 1951年にアフリカの領土が植民地から海外州に正式に変わったことで植民地軍は独自の存在をなくしポルトガル軍に統合された。海外州での徴兵制度は基本的に変わらなかった。モザンビーク人歴史家のジョアンパウロ・ボルゲス・コエルによるとポルトガル植民地軍は人種や民族によって分離されていた。1960年までに 兵士は三種類に分けられた。ヨーロッパ人とアフリカ系白人からなる士官と文明化されたアフリカ系黒人からなる海外軍とその他の現地住民からなる現地軍だ。1960年にこの分類は1級、2級、3級と名前を変えられた。1960年代後半に肌の色が公的差別でなくなると黒人でも 主観の再会の勝利になれるように組織が少しだけ変わった。黒人兵は植民地軍の41%を超えることはなく、戦争開始時には18%だった。コエリはアフリカ人兵士の認識がアンゴラ、ギニア、モザンビークの戦争を大きく分けたと述べている。タイゲリラ戦が最も上手かったコスタゴメス将軍は地元住民との良好な関係に不信し、 タイフギラ戦でアフリカ人兵士を用いた。対照的にスピノラ将軍はアフリカ人兵士により政治的、精神社会的に要請した。三人の中で最も保守的なカウルザ将軍はアフリカ人兵士が彼の厳しい制御から外れることを恐れアフリカ人が列島人種であるという初期の人種認識を変えることができなかったようだ。 アフリカ現地軍は広く展開されたにもかかわらず、最初は、徴収兵は皮士官という補助的な役割で雇われた。戦争が始まると、歌士官のアンゴラ人も戦闘に参加するようになった。500年にわたる植民地支配の中で、ポルトガルは黒人の統治者、校長、警部、博士、海外軍上級士官を一人も生み出せなかった。ポルトガル植民地行政官は、 差別に基づく教育をしたために、アンゴラ現ゲン知人を平等で十分な教育から大きく引き離し、その結果反乱まで黒人の人材が育たなかった。1970年代前半、ポルトガル政府はこれらの欠陥を過ちと認め、彼らのポルトガル領アフリカへの情熱とは反対に、心よく肌の色に関係なく、教育や訓練の機会を与えた。それが、 多くの黒人の博士や上級軍人を生み出すことに繋がった。アンゴラ北部の熱帯雨林のポルトガル兵1971年、アンゴラ解放人民運動は100から150人の戦隊を組織した。この組織は6 0ト、mm、ルと8 0ト、mm、ルの迫撃砲で武装してポルトガル人の政府施設を攻撃した。1972年にポルトガルは、 アンゴラ解放人民運動に対してタイゲリラ作戦を実施し、いくつかの拠点を破壊した。加えて2月には南アフリカ防衛軍がモシコ州でアンゴラ解放人民運動と交戦し、共産党を破壊した。ポルトガル軍は東部戦線の鎮圧に成功した。敗れたネトは800人の兵士を連れて、コンゴ共和国に撤退した。アンゴラ解放人民運動内で、 権力闘争が起こり、ソ連がチペンダの後ろ盾になることで闘争は終わった。3月17日、1000人のアンゴラ解放人民運動兵士がキンクズで暴動を起こしたが、ザイール軍がロベルトのためにこれを鎮圧した。ザイールの連兵場でのアンゴラ民族解放戦線の訓練1973年に、チペンダはアンゴラ解放人民運動を離れ、 アンゴラ解放人民運動から引き抜いた1500人の兵士で東部反乱を設立した。タンザニア大統領のジュリウスニエレレは1970年からアンゴラ解放人民運動に資金協力をしていた中華人民共和国を説得し、1973年にアンゴラ民族解放戦線と同盟を組んでアンゴラ解放人民運動に対抗させた。 ロベルトは中国を12月に訪れ援助を取り付けた。1974年にアンゴラ解放人民運動の主流から活動的反乱が分離したため、ソ連はアンゴラ解放人民運動への援助を完全に打ち切った。11月にネトが主導権を再主張したため、ソ連はアンゴラ解放人民運動への援助を再開した。アンゴラ解放人民運動 アンゴラ全面独立民族同盟、アンゴラ民族解放戦線の連合軍は反乱を成功させた。しかしこれは彼らが戦闘で成功したためではなく、ポルトガルでの武装軍運動によるクーデターのためだった。武装軍運動は1974年4月25日にカーネーション革命を起こしたポルトガル武装軍の下級士官による組織でポルトガルの植民地戦争を終わらせ、 ポルトガル海外領土の独立につながった。武装軍運動は、権威的政治組織や継続中のアフリカ植民地戦争への抗議によって、リスボン政府を転覆した。ポルトガル革命政府は、植民地軍を解体し、直ちにアフリカ人民族運動に権限を渡すことに同意した。これにより、ポルトガルに対する独立戦争はすぐに終わったが、独立勢力と、 その支援国同士による争いが始まった。ホールデンドベルト、アゴスティニオネとジョナス・サビンビはザイールの部下部で7月に会談し、一つの政治組織としてポルトガルと交渉することに同意した。しかし後に戦闘が再開した。1975年1月5日、三つの組織の指導者たちはケニアのモンバサで再会し、お互いの戦闘を止め、 ポルトガルとの憲法交渉の外枠についても合意した。1月10日から15日、彼らは3度目の会合でアルガルベで、ポルトガル政府と交渉した。1月15日、彼らは11月11日に、アンゴラが独立し、暫定政府を作る、胸のアルボを合意に署名した。この合意は独立戦争を終わらせたが、内戦は続いた。カビンダ・トビチ解放戦線と、 東部反乱は交渉から除外されたため署名しなかった。アルボー合意による連合政府は互いの平和への過程を軍事力による支配と疑う民族主義者の派閥によってすぐに崩壊した。各党は最初の国民議会を1975年8月に開催することに同意した。1月31日から独立まではローザコーティン・ホ高等弁務官と 首相諮問会が統治する予定だった。首相諮問会は各党から一人ずつの三人の代表からなり、議長は持ち回り制だった。すべての決定は三人中二人の同意が必要だった。十二人の大臣はアンゴラ各党とポルトガル政府から三人ずつ平等に選ばれた。オーサー・ウィット・ニー・ライト・シュニード・マムはこの条件をアフリカに関してワシントンと ポルトガル植民地帝国の調落で特権階級による事実上の停滞を確実にすると批判した。アメリカの情報調査部は過度の権力の均衡はアンゴラ政府に機能不全を起こすと警告した。ポルトガル政府の交渉における最大目標は白人系アンゴラ人の大量流出の防止だった。だが、この合意はアンゴラ産組織だけに 最初の選挙での指名権を与えただけで、恣意的に、コンゴ人やカビンダ人、白人から公民権を奪うことになった。ポルトガル人は、白人系アンゴラ人は分離運動に加わるべきで、分離者は政治基盤を広げるべきだと論じた。この合意は、アンゴラ各党の軍隊を統合し、新しいアンゴラ共和国軍の創設を呼びかけた。 アンゴラ共和国軍は2.4万人のポルトガル人とアンゴラ3党から8000人ずつの合計4.8万人の人員からなる。各党は個別の兵舎や基地を持つ。すべての軍事的決定は各党指導者と合同軍司令官の同意を必要とする。ポルトガル人部隊は装備が不十分であり、アンゴラ民族主義者は互いに敵対し訓練を欠いていた。 カビンダ飛び地解放戦線はこの条約に合意せず、カビンダをアンゴラの統合された譲渡できない部分と述べた。分離主義者は、この合意をカビンダの民族自決を妨げるものと捉えた。アンゴラ3党はすぐに軍備を増強し、ポルトガル人を上回るようになり、植民地の平和維持力に危険をもたらした。党派の戦いは姿を変え、外国からの軍事支援競争になった。2月には、 キューバ政府が東側諸国にアルボー合意は成功しないと警告した。春までにはアフリカ民族会議と南西アフリカ人民機構がキューバの警告に同調した。アフリカ統一機構の指導者たちはケニア大統領のジョモケニアッタの調整の下、6月にケニアのナクルで3党の指導者と平和会議を開いた。6月21日、アンゴラの指導者たちはナクル合意に同意し、 互いへの暴力につながる不信を、アルボを合意に従って、認め我慢した。7月、戦闘が再開し、アンゴラ解放人民運動は、アンゴラ民族解放先生をルワンダから排除しようと、し、アンゴラ全面独立民族同盟は、自発的に首都から撤退し、南部の古戦場に戻った。8月までに、アンゴラ解放人民運動は15州のうちルワンダと、 カビンダを含む11州の州都を抑えた。10月23日、南アフリカ軍はアンゴラを侵略し、ナミブヤからアンゴラ南部へ1500人から2000人の兵士を送った。アンゴラ民族解放戦線、アンゴラ全面独立民族同盟へ、南アフリカ連合軍は、ノボレドンドとベンゲラを含む5つの州都を3週間で抑えた。11月10日、ポルトガル人はアンゴラから撤退した。 キューバ・アンゴラ解放人民運動連合軍は南アフリカ・アンゴラ民族解放戦線連合軍を破りルワンダの支配を維持した。11月11日、ネトはアンゴラ人民共和国の独立を宣言した。アンゴラ民族解放戦線とアンゴラ全面独立民族同盟はウアンボを首都とする独自政府の樹立を対抗して宣言した。南アフリカ軍は撤退し、 キューバ軍の助けによって、1976年の初めにアンゴラ軍は南部のほとんどを奪回した。多くの分析家は、ポルトガル暫定政府を、ある防護医への違反、アンゴラ国内の治安への関心の欠如、アンゴラ解放人民運動へのエコビー機で非難した。国民救済臨時政府の7人の指導者の一人で、あるコーテ皇帝保高等弁務官は、公的にポルトガル軍の装備を、 アンゴラ解放人民運動に与えた。アメリカ合衆国国務省のアフリカ担当であるエドワード・ムルカヒーは在アンゴラアメリカ領事のトム・キル・ロランにアンゴラ民族解放戦線やアンゴラ全面独立民族同盟よりも首相諮問会を優先するよう助言した。また、ポルトガルに平和合意実現のためにたゆまぬ長い努力を求めた。アメリカのヘンリー・キッシンジャー国務長官は ソ連や共産主義のアンゴラ解放人民運動に関わるいかなる政府も受け入れられないとし、ジェラルド・アルフォード大統領はアンゴラ民族解放戦線への支援を重視した。海外州アンゴラにおけるポルトガル人の状況はすぐにポルトガルが参加する北大西洋条約機構の関心事になった。例えばアメリカはルワンダにマルクス主義体制が設立されることを恐れた。 なぜなら、アメリカがアンゴラ人民同盟に武器と弾薬を供給したことで、同盟は大きく成長し、アンゴラ民主党と合併し、アンゴラ民族解放戦線になったためである。しかし、アンゴラ民族解放戦線の指導者たちは、アメリカの支援に満足しなかった。サビンビは中国と良い関係を築きより、大きな支援を得た。1965年初頭アメリカは、 アリゾナ州ソンの航空会社に A-26 爆撃機を7機売る許可を与えた。ポルトガルの懸念はキューバやソ連から来るマルクス主義だった。爆撃機はアフリカまで元イギリス空軍と伝えられているジョン・リチャード・ホークが飛ばしたがホワイトハウス上空で低空飛行したためアメリカ空軍に強制着陸させられ逮捕された。1965年5月 ホークはポルトガルに違法に武器を売る手伝いをした罪で起訴されたが、週刊は1年以下だった。B-26 がアンゴラに到着するには数年かかった。アメリカとは別に、この2カ国もこの戦争に参加した。ローデシアと南アフリカであり、両,両国の政府はポルトガルが負けた場合に同じことが自国に起きるのではと恐れていた。 最初は両国強武器の供給を制限していた。しかし、1968年までに南アフリカは SA316 ヘリコプターを乗員付きでポルトガル空軍に供給し始め、最終的には南アフリカ防衛軍の不与が数部隊アンゴラ南部、中央部に展開された。しかし、当時の報告では彼らがカッシンガの鉄鉱山を守っていた証拠はなかった。 最終的にローデシア人操縦士が何人もポルトガル空軍で飛ぶように勧誘されたと報告されている。しかし1969年に最初のポルトガル部隊は SA330 ヘリコプターを使っていたがその乗員はほとんど南アフリカ人だった。ローデシア人操縦士はポルトガル人の補助をするには価値が高すぎるとローデシア空軍は考えられていた。 1968年の間は、南アフリカ軍は、統合航空補助中心の管轄外で操縦士や、ヘリコプターを運用し、クイトックアナバレを獲得している。1960年代後半、ソ連は主に、アンゴラ解放人民運動を通して、この戦争に介入した。アンゴラ民族解放戦線がアメリカからごく少量の、武器しか与えられず、アンゴラ全面独立民族同盟は、 他国からほとんど援助を受けられなかった中で、マルクス主義のアンゴラ解放人民運動は、モスクワと緊密な関係を築き、タンザニアやザンビア経由で大量の武器の援助を受けた。1969年、アンゴラ解放人民運動は、ソ連と武器供与の見返りに独立後は国内にソ連軍基地を設置することを認めた。1970年代前半、 アンゴラ解放人民運動は、アンゴラ最強の反植民地運動及び政党になった。アンゴラ独立記念の、象徴アンゴラ解放人民運動とポルトガルの間で権力の異常が行われる合意があったと、公になってすぐ多くの出国者が出始めた。11月までに30万人以上がアンゴラを去り、そのほとんどがポルトガル航空のボーイング707で出国した。 イギリス空軍も手を貸し、ビッカース VC-10 で約6000人を輸送した。この時すでに新たに独立した国中でアンゴラ内戦が始まっていた。破滅的な内戦は数十年続き、独立したアンゴラの中で100万人もの人命が失われた。紛争が始まったことでアンゴラの経済計画、経済発展と成長、安全保障、教育、 健康はのきなみ悪化した。ポルトガル植民地戦争で独立した他のアフリカ振興独立国同様、アンゴラの人間開発指数と一人当たり、GDP は低下した。独立後、経済、社会的不況と政治腐敗、貧困、経済格差は当初の計画より大幅に悪いものになった。ポルトガル統治時代の経済水準に戻すのが政権の目標になった。 アンゴラ全土を覆う激しい不況と混沌が国民の生命や民族主義の情熱を蝕んだ。白人や根血アンゴラ人に対する黒人による人種差別も爆発した。ありがとうございます。